結構三笘選手のプレーは YouTube でめっちゃ見たりしてます。そうです、なんかこう、あ、こういう抜き方もあるんだとか勉強になるので、はい、結構見て真似できることは頑張ってしたいんですけどなんか中切り返してまた縦に切り返すとか、そういうのは真似しようとしてますもう試合中はあまり考えてないんですけど、まあ見ることは大事だと思うので、はい、見てます。いや、この間の日本代表戦のゴールとかすごかったです。やっぱドリブルからシュートまでが速い、まあ、スピードが速いんで、なんかすごい、なんやろ、まあ、ドリブルですまあ、プレー面とか人間性がすごいとかはもう皆さん知ってると思うんで、オルカの頃からすごいなってずっと思ってるのは、私とかは試合中、なんか試合中の写真とか結構事故がばっかりなんですけど、なんか金さん顔が整ってるんでなんかオルカの時から一枚も事故がないんですよ、試合中に。だからそこがすごいなって思って、いつか事故がを見つけてやりたいなって思うんですけど、なかなかまだ見たことなくて。斜め上の回答でした事故がというのは半目とか、そう、もうひどい顔ばっかなんで。そうですか。いや、はい、中島選手いつの瞬間もお美しいですよ絶対ないです。もう一番ひどいぐらいみんなにめっちゃいじられてるんで。でも金さんのは本当見たことがないんで、いつか見たいです。常に頑張ってます、ね。はい、どんな瞬間もかっこいいです。どんな瞬間もかっこいいまさかの答え、ありがとうございます結構見てるんですけど、何だろうな、あれ、逃げ恥とか結構好きでした。インドアでハマってるのは YouTube なんですけど、なんか私カワウソも好きでね、なんかカワウソのなんか動画があるんですけど、めっちゃサーモン食べてる動画が可愛くて、それをずっと見てます。カワウソってどんな風にサーモン食べるんですか？なんか家でカワウソを飼ってる人がいるんですけど、なんか手でちゃんと食べるんですよ、上向いて。やってもらってもいいですか？なんかこうやって食べるんですけど、それが可愛くてずっと見てます。なんか手でもっと食べるんですか？はい、アウトドアでハマってることがないんですよ。はい、なんか見つけたいなとは思うんですけど、はい、プレゼントされて嬉しいもの、あ、でも今まで基本何でも嬉しいんで、これとは決めれないんですけど、欲しいものが基本嬉しいです、何でももらったら嬉しい。はい、今欲しいものはプロジェクターです。なんか壁に映るやつあるじゃないですか、なんか大画面で見たいなと思って。何、恋愛事情って書いてある。恋愛事情、今好きな人はいますか？いないです。いません。はい、これからですね。これから、はい、できたらいいですね。あ、でも一番はやっぱ清潔感がある人がいいです。大事ですね。はい、清潔感のある人、面白い人。面白い人、塩顔。この3つですねありがとうございますありがとうございました